音楽で、音楽で心も脳もワクワク、脳トレ音楽堂です。それでは最初に日にちの確認してまいります。はい、はい、本日は令和5年7月9日日曜日です。はい、7月9日が何の日かを調べてまいりますね。はい、はい、泣くということで、今日は喜怒哀楽の感情表現の豊かさについて考える日となっておりますね。はい、面白いですね。そしてジェットコースターの日、はい、うん、日本初の温水プールが誕生した日、大正6年に誕生したそうです。はい、それでは本日お届けいたします2曲をご紹介いたします。はい、本日の1曲目は7つの子です。はい、カラスの歌ですね。はい、はい、そして、今日は日曜日ですから朗読がございまして、はい、2曲目は灘草草です。はい、こちらの2曲をお届けします。はい、それでは7つの子の曲の解説をお願いいたします。はい、はい、7つの子は作詞野口宇城さん、作曲本織長代さんです。1921年大正10年に発表になりました。はい、7つのという言葉が7話を指すのか、もしくは7歳を指すのかというところが不明だそうで、ですね、はい、様々な方が、考えられた、はい、いろんな解釈をされてるんですね。はい、はい、そうですね。はい、そして、発表された1921年大正10年になりますが、この年は、童謡赤とんぼもこの年に発表になったそうです。同じ年、はい、はい、ですとか、大阪城が一般公開になったり、通天閣を中心とする新世界ルナパークという遊園地ですかね、が開業になった年でもありました。はい、はい、なるほど。はい、そのような年に作られた7つの子です。はい、はい、この曲を今からお届けいたします。で、終わりまして、本日は日曜日ですので朗読がございまして、その後にこの曲にまつわるちょっとしたクイズをお出ししますので、それもお楽しみください。それでは参りましょう。7つの子ミュージックスタート。皆さん、こんにちは。朗読講師の結城美音です。今からご一緒に素敵な日本語を声に出して読んでみましょう。今日の読み物は、百人一首の和歌、五徳大寺の左大臣が読んだ歌です。私たちは、ホトトギスと聞くと、春をイメージしますが、平安貴族は夏の季語としてホトトギスを好み、和歌や書物によく用いられています。ホトトギスは飛びながらも鳴くそうです。この歌にはホトトギスを愛した当時の人々の気持ちが込められていますね。それでは画面の文字を見ながらご一緒に
読んでみましょう。ホトトギス、泣きつる方を眺むれば、ただ有明の月ぞ残れる。声に出して読むと心も体も元気になります。またご一緒に読んでみましょう。はい、皆様本日の朗読いかがでしたでしょうか。いかがでしたか。それではここでクイズと参りましょう。はい、はい、7つの子でしたね。こちらの、歌詞の中でカラスだぜ泣くのというふうになっていますが、カラスはなんと泣いたのでしょうか。こちらが問題です。はい、1番悲しいと泣いた、2番楽しいと泣いた、3番かわいいと泣いた。はい、いずれが正解でしょうか。お考えください。はい、皆様のお答えをどうぞ。はい、正解は、はい、3番のかわいいでした。はい、はい、かわいいと泣いた、かわいいかわいいとカラスは泣くと、はい、ね、そういう歌詞になっております。はい、ありがとうございます。それでは2曲目のご紹介と参りましょう。はい、本日の2曲目は、はい、奈良早々です。そうそう、はい、はい、沖縄の歌手ビギンさん、はい、いや夏川りみさんの歌でよく知られています。はい、作詞は森山良子さん、はい、はい、作曲はビギンです。1998年平成10年に発売になりました。はい、涙そうそうというのは、言葉は涙がポロポロこぼれる様子を表しておりまして、ね、はい、森山良子さんが、お亡くなりになったお兄さんへの思いを歌詞に込めたということです。はい、はい、ね、はい、発表になりました、うん、1998年、はい、平成10年になりますけれども、この年は長野オリンピックが開催されました、うん、他にもGoogle 社が設立されたりですとか、はい、Microsoft 社が Windows98 という、はい、あそこを発表しました。他にも明石海峡橋が開通したのもこの年だったそうです。今日、はい、今朝も見て通勤いたしました。はい、はい、ということで、それでは聞いてまいりましょう。はい、なだそうそうです。はい、ミュージックスタート。古いアルバム
皆様本日の2曲そして朗読はいかがでしたでしょうか。いかがでしたか。それでは今日の2曲を皆さんと一緒に振り返ってまいりましょう。はい、はい、本日の1曲目は7つの子をお送りしますでしたね。はい、はい、で朗読ありまして、はい、クイズもありまして、そして2曲目は灘蒼蒼でした。はい、そうですね。はい、ということで2曲お届けいたしました。はい、では明日の曲ご紹介ください。はい、明日は7月10日です。金魚の昼寝、太陽がいっぱいの2曲を予定しております。はい、明日もお楽しみください。それでは皆様本日も良い一日をお過ごしくださいますように、また明日お会いいたしましょう。ごきげんよう。